おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のリゾットだよ。最近とうとう格ゲーの方にも参戦を果たしたりしているリゾット。このゲームでは前回のシーズンで使用率がソロペアともに4位と相変わらず人気のキャラ。しかし勝率ではソロ戦ワースト3位、ペア戦ドベとかなり苦しい状況。前々回のシーズンでは若干躍進したのだが、またもや似たような戦績に戻ってしまった。やはりリゾットは操作難易度の高さに加え終盤力の低さがきつい。いかにレベルを上げて体力を温存しても後半の地形や残ったキャラ次第で、勝つのが難しい状況が他のキャラよりどうしても多くなりがち。少しでも勝つ可能性を上げるためには生存するだけではなく、中盤以降いかに自分が勝つための状況づくりをしていくかが重要となる。ヨシプレイヤーのブチャラティを下がらせてダービーの死角のダッシュに成功。エリアが広いうちは透明化による生存力と火力の高い射撃で有利に立ち回りやすい。さて残るはプレイヤーか。あそこでジョリーン、ウェザー、ボルナレフがぶつかっているぞ。お、ボルナレフがリタイアしたか。乱戦中にもっと横槍を入れたかったが思った以上に決着が早い。後半のエリアも建物だらけなので射線を通すのが難しそうだ。射撃持ちにとってかなり苦しい盤面だな。さて残りのプレイヤーはみんな建物に隠れてしまった。直線攻撃しかできないリゾットで屋内の敵を攻撃しに行くのは現実的ではない。プレイヤーが動いていない以上ここで狙うは安全エリア内のアイテムを取り尽くしてしまうこと。ここで回復手段を断ってしまえばアルティメットを当てて仕留め損なったとしても立て直しは絶望的になる。さてエリア内のアイテムはあらかた取り尽くした。隠れていたプレイヤーたちも続々と集まってきたな。残るキャラはブチャラティ、ジョリーン、ウェザー。正直どの相手とも万全の状態で一騎打ちはしたくない。とにかくエリアが狭くなる前に残したくないキャラから優先的にアルティメットを当てていきたいところだ。鉄分が体内から一気に外に出ちまったらどうなるのか、お前で試してやろうか。ジョリーンが目の前にいたがまずは有利ポジションのウェザーを狙う。こいつなぜこんなところに。誰か距離を取る。せっかくジョリーンにとっても厄介な相手を狙っているのに邪魔をされたが、なんとかウェザーにぶち込めた。気をつけよう。油断できんだ。気のせいか。ブチャラティ。何？注意しなくては。いつの間にやらブチャラティがジッパーを使って無音で同じ階まで来ていた。しかしこれでブチャラティはまともに戦うことができなくなった。しかしまだ体力が残っているであろうジョリーンが残っている。ブチャラティとぶつかってくれればいいが最悪一騎打ちになるな。ここは覚悟を決めなくては。やり方は、できている。仕留める。確実にな。息の根を止める。逃がさんぞ。全てを放つ。しまいだ。ちくしょう。言ったはずだ。やり方はできている。とな。最後はジョリーンとの一騎打ちをなんとか制して勝利。ブチャラティも混じっての三つどもえの覚悟だったがメタリカをぶち込んでおいたおかげで、移動が遅れてエリア外のダメージでリタイアした模様。宿区カエルが厄介なウェザーもアルティメットを決めた後ジョリーンが倒しに行ってくれた。しかし道中ここまで準備をしていても、地形や相手の数次第で最後に一か八かの殴り合いになってしまうのが辛いところだ。それでは次の対戦行ってみよう。さて今度はエリアの半分近くが建物のない平地の田園地帯。射撃持ちにとっては嬉しい地形だけど、ダメージを受けた時の立て直しが難しい。質のいいアイテムがある建物もエリア外なので序盤のアイテム集めは特に肝心だ。すでに市街地は安全エリアの範囲外なので後半戦はアイテムの枯渇が予想できる。ダービーの資格を回収しつつシールドも貯めていきたいがなかなか見つからないな。とりあえずダービーの資格狩りを優先してレベルマックスに加え余分にチップを1枚回収できた。早々にアイテムがなくなることが予想できるので早いところシールドを蓄えておきたいところだが。ダメだな、北側の建物をあらかた漁ったのにシールドがマックスにならない。正面ではミスタとブチャラティが争っているぞ。今横槍を入れてヘイトがこちらに向くと余計なダメージを受ける可能性がある。
もうアイテムを取れる見込みもないので消耗は最小限に一体。ロクンじゃねえ、それ以上喋るんじゃない。赤子以上に好きだらけ。くらえ。残念だったな。音で感知されないようずっと距離を取っていたので、この角度からの攻撃は夢にも思わなかっただろう。ミスタもブチャラティとの戦闘でダメージを受けているので今戦う必要もないだろう。何よりここでのダメージはわずかでも後半戦に響く可能性が高い。さて残りのプレイヤーは4人。向こうにいるのはジョリーンとさっきのミスタか。建物もほとんどないので回復アイテムの回収に行く必要はないが、仕掛けるのはまだ早い。体力を一番温存しているであろう最後の一人を確認し、できれば警戒される前に先制攻撃を仕掛けたい。どこだ奴は。大雑把とはいえ気をつけよう。うーむ、ミスタに存在がバレたか。しかしここは消耗を避けるためにもやり過ごす。最後の一人はどこだ。さてそこだな。遥か向こう側に最後の一人の火鏡員を発見。この地形とエリアの広さならばジョリーンを狙う優先度も低い。ここは火鏡員に奇襲を狙おう。威力は鉄を引っ張る。全てを放つ。許さん。よし奇襲成功。これで少なくともシールドは消し飛んだ。走って向かってくるのか。俺はお前に近づく。なんだってこいつ。しまった、まさか最短距離で突っ込んでアルティメットをかましに来るとは思わなかった。もちろんありえない選択肢では決してないが、それでも予測が足りず対比がわずかに遅れた。ジョリーンはリタイアしてくれたがダメージは軽くない。苦しい状況での後半戦になりそうだ。さてここからどう戦っていくべきか。ここでミスタの背後からアルティメットをぶち込むのはたやすい。しかし残るは両方とも手だれの射撃タイプ。リゾットの射撃はためが必要な分射兵物の少ない真正面からの打ち合いでは分が悪い。ここは姿をくらまして少しでも時間を稼ぎ、エリアが狭くなったところでアルティメットをぶち込むチャンスを待つ。幸い火鏡員はもうアルティメットを使ったので隠れていても範囲攻撃を受ける心配はない。隠れている間二人も打ち合いで消耗しているので、それだけアルティメットで仕留められる可能性も上がる。そこだ！覚悟してもらおう。まずい、嫌な位置で見つかった。反撃は無理だ。どちらを狙っても片方から攻撃される。ここはどちらかの射線が切れる位置まで逃げるしかない。打ち込んでやるぜ。耐えるんだ。やろう。ついに俺は掴んだ。たとえぶっ倒れても一人では死なない。道連れだ。そういう覚悟でここにいる。ガンガンだ。ピストルぜ。死んでもらう。やろう。お前はもうどうしようもない。とどめだ。くらえメタリカ。残念だったな。鉛玉じゃ俺は倒せない。最後の最後ギリギリメタリカをぶち込んで勝利。後半位置取りに失敗してかなりのピンチだったけど、なんとか首の皮一枚繋がった。他にも火鏡員のアルティメットの発動を見誤って食らってしまったり、最後の追い込みでポージングを誤爆しそうになったり、細かいミスが目立った。わずかなミスが後半大きく響くリゾット。最後の最後まで気を抜かず万全の状態で臨めるよう立ち回りには常に気をつけたい。それではご視聴ありがとうございました。